ああ、ごめんなさい。じゃあ、通過してるんで、やってないんです。アーカイ、ん？なんで、あ、じゃあアーカイブ枠じゃなかったかなと思ってるんですけど、アーカイあれ、アーカイブや、はキーだとだっちたかりと思したうら、だ直としたさならいタな。スクがより少ないかなってあ、感じそるうかだな。ね。ああ、なるほど。そうなのか。やりたいことはやった。実際どう見えるんだろうっていうのを試してみたかった、これ。そう、セリフ字幕を合わせたらどうなるかなと思って、クルーがどう動くかが分かんなかったから、ちょっとやってみたいなと思ってちょっとやりましたけど、意外とバレるもんだね。見られてたか。ナイス、いいボタン。はい、ナイス、おはようございます。よいしょ。じゃあ次、キッチンからの、シャワーからのセルフィー栓のリンさん。あ、今リンさん引っかかったよね。サボ画面開いてました、もしかして。え、今のセルフィー画面おかしくない？どういう動き？怪しすぎやろこの人。これ白いんじゃないか？あ、白い、これは白い。えらい。ナイスボタン。すみません、カメラぶち壊しました。やばい。ありがとうございます。セルフィーさん動き、本当に。クルー、本当に今。え、一瞬展望入って出てかなかった、セルフィーさん。何もせずに。いや、気のせいかな。タスク、キッチンでタスクやってから、セキュリティでカメラ見てて、ずっと。やばい。では、一応なんか、そう。まあ、もう何もなかったらいいんですけど、左に端消しさんいたら、右さん右だから、まあ、アンチャン端消しに行ってたらやばいなと思って、そああ、の、そういうことカメラね。ああ、見てそたんですのけ動きど、ね。はい。じゃあ、エンジンでついてんの見て、踊ってミーティング行ったら消えてたから、あ、死んだって思いながら、まあ、でも、席まで行くのも面倒くさいし、ボタン押すかーと思って。いや、めちゃめちゃ怖なるんですけど、カメラ見てたら真横にピンちゃんずっと張り付いてるから、これ、カメラ切られるんちゃうかなと思って。いや、めっちゃいいことだな、これ。カメラ壊しました。壊してるなって思また落ちる前になんか全部やりきろうとする。次、バイタル切れるぞ、これ。マジで。やばいやばいやばい。強靭確定じゃねえか、それで。え、今のクルーか、動き、本当にって思ったけど。まあ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 、なんか納得できる答えが返ってきたから、よしとしよう。やばいやばい、下手くそだ。本当に来る？ 本当に来るでいいの、あんた。怪しいけど。いや、おもろいわ。配信つけなければね、もしかして落ちないかどうか、ちょっと実験してみようかね。このまたセルフィーさん示し合わせて、ちょっと実験会みたいなの作って。セルフィーさん実験会みたいな。なんかね、好きな気がしてんだよな、俺。若干だけど。え？死んだかも。おお、ひだ。ーないな。あ、ピンちゃんは死人あります。どっかで見たかも。はい。ピンちゃんはね、最初ね、シャワーからアーカイブの声入ってたい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 た。そうです。見ました。で、ラウンジまで見てます。結構前ですか？で、結構前です。キップンさんはおそらくその後アーカイブ側から洗脳さんと一緒にシャワーを入れて、俺と洗脳さんが一緒にいてて、そうです。キップンさんはどこ行ったかメインホール、とりあえずシャワーにはとどまっていないはず、下シが見ャワーてにないはでとどまってない。す。はい、メインホールか電気かエンジンかだと思います。ああ、じゃあ電気かな。やっいと、や、もう、やばい。エンジンから米は俺が行ってる。で、今ミスさんが直してくれてる。で、拓也もエンジンからメインに行って、メインの除染入ったタイミングぐらいでちょうど到達さんがシャワーから出てきてるんで、多分来ないと思います、左側は。席で浮いてるバイクさん出てきます。あ、ちなみにリッカーエレキ通ってます。で、キップンうん。さん見てないです。で、ちなみにリッカーは今、メインの一番左側なんですけど、拓也さんのことは見てないです。あ、いや、メインの一、じゃ、なんだ、いつだろう、タイミング的に。コミュナルちょっと、入った瞬だい間。ぶ前くらいだったと思うんで、
結構前ですよ、僕メインの左取ったの。最終的に今シャワーのカンカンタスクのところでスナパイさんがいるのは見てます。はい、そっち行ったんだ。うん、奥に死体がないのも一応見てます。セン、うん、はシャワーのタスク、タオル入れがちょうど終わったところでした。うん、見てるよ。ありがとうございます。私もそこら辺にいます。うん、なのでペイさんが、タクヤさんと見てるんだったら、セン、うん、はペイさんに白が出せます。うん、そこら辺とは。あ、ごめんなさい。今ちょっと話遮っちゃったからちょっと言わなかったんですけど、ごめんなさい。あ、私アーカイブの本しまった後にアーカイブの下のベントタスクをやって終わってシャワーに降りようとした1、2歩進んだぐらいで終わってます最後。そこにセンちゃんいますよね、じゃん。多分私視界には入ってないんですけど、多分いたんじゃないかなっていう感じ。見えてはないです。うん。うん、視界には入ってないけど。見えてないのにいたって言ったの今。あ、いたって言ってないですよ。見えてない。うん、ああ、了解です、うん。うん、いたのかなって感じだけど、見えてない。なんか、誰言ってない？誰、みんな言った？うん、みんな、セルフィーさんがミーティング。僕ボタンなんで。はい。あと、コミサボン直した人は、この道です。はい。昨日議論的に、割と、そうですね。はい、あの容疑はリン酸かなって。弁当を掃いてたよってことだけ伝えたくて、弁当掃除してましたってことは、一応弁当使ってないです。うんうん。うん。これ、立花さんっぽいけどな。うん、実質対抗立花さんでいいかな、もう。くらいしかない気がする。せんちゃん、せんちゃん押してくれるっしょ多分。ボタン押し行くか。ぬんねえよな。スナパイさんがいる。スナパイさん一発はないだろう。リンさん、スナパイさん、センちゃん、はい、ナイボ、おー、ナイボです。すみません、バイタルあと2秒で壊れます。マットですか？マットですかね。いや、ここマジ2キル通されてきついと思って見てました。なるほど。可能性としてはリンさんの単独犯、はい、リッカさんがキップンさんでき、ピンちゃんさんとキップンさんどっちもできる、ハシケンさんも一応できる、うん、ペイさんとタクヤさんが二郎でカバーやってる。カバーやってる。いや、最後の最終位置しかスナパイさん見てないんで、僕は、うん、あ、シャワーの中、あ、いや、ないな。いや、大丈夫です。スナパイさん多分大丈夫です。ちなみに、そのピンちゃんはシャワーアーカイブにはいなくて、私ちょっと。いてない、いてない。アーカイブから、ね、だってシャワーからアーカイブ入っていってるから、アーカイブからどっか行くはず。右方向かな。あ、で、多分、うん、もう抜けていて、最初アーカイブには絶対いないのと、弁当は私が塞いでるので、弁当、アーカイブの弁当は、あの、誰も使ってないっていう状態。リンさん、うん、今、タスク、あの、なんか、右側でやったやつって何あります？あ、エンジンの配線タスクだけしてミーティング来ました。あ、じゃなくて、今回じゃなくて、あの、今までに進んでるタスクでいいんですけど、さっき右にいたときにやったタスク。やったタスクか、それ以外に右で湧いたことってあります？それ、どうだったかなぁ。あの、なんか少ねえなと思って。はい、僕、アーカイブ湧きして、はい、アーカイブから、はい、降りて、シャワー奥のタスクして、そのまままっすぐミーティング着くまでの間に、本4個と弁当だけやったら少ねえなって。はい、うん、ちょっとそれは思いました、僕も。あと、終わったら、そっちの流れで行くんやったら、右流れるかなと思ったんですけど、下行こうとしたっていうのがすごい気になってて。あ、シャワー室ですか？うん、下側から来たのに。下側から？はい、シャワー側から、はい、来ましたよ。あ、ごめんなさい。じゃあ、通過してるんで、あの、やってないんです。なんで、アーカイブ枠じゃなかったかなと思ってるんですけど、アーカイブ枠だとしたと思う。だとしたら、タスクがより少ないかなって感じるかな。ああ、なるほど。そうなのか。はい、あ、じゃあ、ちょっとごめんなさい。遅いです。うん、いや、あの、作ってもいいかなと思ってるんですけど、うん、怪しい。あ、そうですね。ちょっとマットの、あ、マットの可能性もあるんで、つっといてもらって。どういうこと？マットの可能性がある。あ、マットダメじゃん。マットつっちゃダメですよ。何を言ってるんだけど、どういうこと？いや、もうわからん。ちょっと言ってみよう。なんか私じゃないんで
何を言ってんだあの人マジで。いや人外だろ確定で、あれ盤面見えてなさすぎだろどう考えても。何を言ってんだリンさん。あ、マジ？あ、マジ？トータさんはね、結構前にメインからシャワーにドア開けて入ってってますよ。メインからシャワーに、はい。かまつで停電直しました。メインからシャワーだとしたら、拓也さんがあの宿舎の右開けてったじゃないですか、僕が金庫から出た時に、うんうん、その時にエンジンの下から来る立花さん合ってるんで、シャワーには届かないというか、いけないかなと思います。立花さんが、立花さんは、立花さんは、いや、立花さんはってか、僕とすれ違ってるんで、拓也さんの後ろの方に多分立花さんがいるんですけど、違う違う、拓也は、キッチン脇してるんですけど、そこからまっすぐミーティング向かってるんですね。で、リッカさん会ってないから、リッカさんメインから来てますよね。あ、じゃメインから来てると思うんですけど、シャワーの方に行ってるってことですよね。あ、違う違う、それ、あ、そういうこと？あ、かなり序盤の話。序盤の話。あ、じゃあ全然わかんないです。ごめんなさい。うん、最後の方なのかなと思った。フルクール的に結構直近だと思ってます。うん。うん。で、シャンシャンはキッチンに、停電前にキッチンにいたので、弁当めちゃめちゃ駆使して、紙切るじゃないと無理です。今一応最後、コックピットでスナッパイさん立ってますよ。あ、じゃあ無理で大丈夫です。序盤か。うん、山道さんと、合流してエンジン配線に置いてってボタンなので無理でした。山道さんは、ルフィさんはどこにいますか？あ、僕は貨物で停電直してます。うん、アーカイブで僕とセルフィーさんが、湧いて、セルフィーさんがどうやら本タスクをやっている感じでしたので、うん、僕は開幕下に降りてシャワーの扉を開け、でシャワーメイン館の扉を開けて入ってくるトータさんと入れ違いでコックピットで今道さんと会ってます。はいはい、うん、はい。なんで一応右にいるならセルフィーさんが戸田さん見るかなと思って、はい、あー、僕は見てちなみにないですね、うん、まあ、ちなみにリッカと戸田さんがメイン脇です。でリッカはメイン、エレクの勝ちタスクだけやって、で今、宿舎の、うん、宿舎まで来てます。宿舎の扉が全部開いてます。あと僕はシャワーじゃない、メインの左のゴミ捨てのところ入るか入らないかぐらいで終わってます。僕が具合合がない場を考えないんだったら、セルフィーさん、線路のローラーでいいと思ってるんですけど、線路さんってどこですか？どこだっけ？セキュリティです。で今、シャンシャン、今道さんと会った後にセキュリティに行ってるので、その後人と会ってないので、あ、僕はもう普通にスキップでタスクでいいと思ってます。インサインポスターロックしてるんで、完全に。昼待ちでいいから。タスクで進行でいいんじゃないですか？これ。任せます。待っとったらしんどいっすよ。結構入れちゃった。で入れちゃいました。2、3年連れてるって。2、3年連れてるから。よりいいんじゃない？いやーでも あれでクルーはちょっとなーと思います。クルーではないですね。あれはリンさんのせいにしちゃう。あれ？こっちか。いやいや。リズあれでクルーなのかな。いやないと思うけどな、マットじゃなかったからインポスターだと思う俺。そうなった時ってセルフィーさんって多分キルできる位置じゃなかったんだよね、さっきのターンスローだから色見たかったんだけど、できる位置俺リッカさんだと思ってんだよな、さっきのキル違うんかな、リッカさんだと思うんだけど俺は。OK ラスト、まあ別にタスクでもいいっちゃいいんだけど、死んだかこれ、おいいやキル起こしてないんかい、てか切られなかったな、白だ多分やっぱりセルフィーさんは。タスク終わるぞ俺、あ、待って、あ、何秒前だ、おお、割と時間的に10秒くらい、10秒以内だと思う、10秒、ね、15秒、うん、うん、うん、
まあ、バイタル僕と高谷さんで、ね、見てて、うん、10秒前には死んでなく今、うん、死んでるってことは、まあ、10秒間の間かなって僕も、うん、そうですそうです、はい、まあ、一応見てんだ。セルフィーさんってやってないですか？やってないかどうかは分からないですけど、ただね、僕バイタルで切られるかなと思ったけど切られなかったからあんまり疑ってないかな、うん、これ多分タスク終わっちゃうと思うんで。でも10秒前だとするなら、うん、セルフィー君は多分貨物の右側とかじゃないと僕目線やれなさそうかなと思います、うん、そのレベルだと思う本当に。あ、ちなみにスナパイさんは貨物脇です。うん、あ、貨物脇なんだ。立夏と貨物脇です。あ、だとしたら多分貨物から上には来てないと思っていて、タクヤが、メイン脇でシャワーのタオルタスクアーカイブ通ってラウンジ貨物って下って行ってるので、ルート的に、はい、多分エレキ方面に抜けてってんじゃないかな、左側に。そうそうそう、セルフィーさんかタクヤさんと合わないとおかしくないですか、うん、あ、セルフィーさんとイマミツちゃんがエレクにいました。エレクにいたんだ、うん、はい、僕はずっとエレクにいましたね。なんだったら最初立花さん、僕、イマミツさんで3人でいて、その後立花さんが死人がなくなって僕は今道さんとエレクにずっといて、その後バイタルを確認し死んでない、はい、そこから貨物のダウンロードして誰かがラウンジから貨物にスレッジの確認して、ハシキンさんかな、はい、確認して、で今ボタンって感じなんで、僕はそのままバイタルを見に行こうとしてて、そのだから上からバイタル入ったぐらいまでの経路に死体がないので、うん、覚え家もしくは貨物の給油近郊あたりじゃないとセルフィー君は切れないかなと思います。あ、そうですね、うん、でその場合って砂場合さんずっと貨物にいたことになると思っていて、うん、だからないと思ってます、うん、ただ砂場合さんが貨物側からどっかに行くためには拓也さんとすれ違うか、うん、今みちゃんセルフィーさんとすれ違うかしかなくて、うん、でエレキ側だと思っている理由のもう一つが、拓也が、貨物側に停電直してるんですね。今回直しに来ると思いますよ、多分アーカイブとかあっちだったら。割と僕ダウンロードやって時間かけてるんで。今みちゃんって停電直しました？いや全然、僕エレクにずっといますよ、うん、その後メインホールに上がっていきましたよね、このゲーム中。あ、そう、最後このゲーム中にどっかで直しませんでしたっけ。僕直してないか、覚えてねえや。リンさんでまず落ちてるでしょうね、多分立花さんだと思うな、これやっぱりリンさん確定人がいいだと思うな。で、話的にシャンちゃん、マットメイト、岩道シャンちゃんがマットメイトな気がする、俺は。じゃないとおかしいと思うんだよな。俺目線、いつの間にスナパイさん通ったになっちゃうし。ラッキーすぎ。天才すぎ。だよね。分かってた。そんなことは分かってたよ。あー、マット、ここか。あ、シェリフ。あ、シャンシャンマットじゃないんか。どうすんだ、これ。あら。高谷さん死ぬんだ、そうなの。はい。コミュートドアの挟まってるところ。コミュー直すところです。直す部屋のドアに挟まってて、はいはい、扉閉まってて死体見えて扉開けんの手こずってです。はい、シャンシャンとセンノができない、お互いにできないになってしまった、うん、そうですね、うん、ミーティングに結構いました、はい、僕がどこだっけ、どこ脇だっけ、アーカイブかどっかから湧いて途中までハシケンさんと一緒で、うん、ミンホールとタスクやりの、ミーティングでタスクやって、その時にはもうセンちゃんがいて、うん、って感じなんで無理そうですね、うん、だとしたらセルフィーさんかハシケンさんのセルフ、リカさんはですけど、あ、僕は誰キルでしたっけ、ちょっと誰キルだったか忘れたけど、ハシケンさんから白が出てますね、ですかね。あれ結局なんか、でもあれ、うん、違うと思うけどね、話聞いてて。そう、序盤って話だったから。序盤って話だから、いつでも切れる位置かなと思ってるから、あれ白出てないと思ってます。うんうんうん、てむしろなんか無理やり白出してるから、ハシケンさんなんかマットのかなと思ってた。おおお、すごい。いや、ごめんなさい、僕はあれはちょっと、うん、だ否定今した、したてか、あの時も否定したつもりだったんですけど、最後の方だと思ったんだ、スナパイさんが言ってた死人っていうのが。うんうん、まあ、最後なら無理だと思っただけなんですけど、
だけですね。で今もそうか、ごめんなさい、拓也さんから発見さんの白って出てましたっけ、さっきのペイさんのキル。あーで、いやでも、いやでも、たあでも拓也さんがそのアーカイブとかにスナパイさんがいるなら停電とか直しに来るんじゃないって言ってたと思うんで、右上にいる可能性は低いって見てほしいかな。ごめんなさい、タスクって今残ってますか。リッカがあと2個です。もうすぐあります。僕的には今道は終わりました。リッカさんかなってだと思ってるんですけどね、変わらず、うんうんうん、その議論聞いてる感じはリッカさんインポスターで発見があって待ったのかなって位置かなって思ってるんですけど、あと1キルされたら多分あの、うん、窓目いたら終わるので、タスクができるんだったらタスク、できないんだったら釣りで線はセルフィーさんに入れたいなって思って、うん、マジ、うん、僕釣るんだったらスキップしてほしいたちで、本当に俺はスキップ入れるわ。じゃあ俺はスキップ入れます。ワンチャンのスキップ。俺はマジで村なんで信じてほしい。終わるかな。うわあ、でもこれワンチャンあるよ。これで違ったらごめんなさい。あ、頑張れ、急げ。いやタスク、なんか違うくせえな。いやマジで俺じゃない、多分リッカーインポスター、多分ハシケン待ったと思う。お疲れ様です。急げ。あーまあやめる、そうかどうしよう。5人盤面でも4人盤面でも今のはスランとタスク進行よ。タスク進行が正解よ。マジでそれ一人で30秒で終わるでしょうか。終わる、うん、僕は終わりますよ。お、あ、じゃあ大丈夫じゃない。でも俺はダメだ、ダメだ、死んで、死んで霊界行って会議ましたら、あぶねー、そんなー、よく頑張った、よく頑張りました、よく頑張りました。嘘やー、最初の白ボタン連続圧力強かったですね。嘘やー、いや惜しかった、惜しかった。釣られてよかったっすね。釣られてよかったね、釣られて、そうそう、釣られなかった、ね、逆にやばかった。釣られなくても終わる。いやマジでクソ面白かった、リンさんがビルハッカーに書いてあんで爆笑しちゃった。